はい、おはようございます。沖縄おばばでございます。今日は日曜日ですね。えー、今日もね、日曜恒例のライブをしたいと思いますので、えー、皆さんね、ぜひ、あのー、いろいろと、はい、えー、よろしくお願いいたします。あとね、あのー、すごいチャット、非常に嬉しいんで、皆さん、あのー、ご参加ください。そしてね、あのー、悪いんですけど、私がぼ、ぼかして言っている単語ですね。 はい。ぼかして言っている単語は絶対書かないでください。よろしくお願いいたします。はい。えー、っとですね。来ますよ。本当に来ますよ。冗談抜きで来ます、これ。あのー、のトで終わりじゃありません。のトで終わりじゃありません。これから本番です。 はい、来ます。えー、南海トラフ、南海トラフって、あの、今騒いでますけど、南海トラフよりもね、多分前に、首都直下来ますね。はい。首都直下です。えー、東京の皆さんね、お住まいの皆さん分かると思うんですけど、えー、今日、震度4ありましたね、朝。 震度4、えー。かなり深いところの地震だったんで、まあ震度4ぐらいで済んだみたいですけど、えー、80キロなんで深さがね、震源の深さが。はい。えー、来ますね。まあ、あこれね、人口だ、人口だって言ってる人いるんですけど、人口じゃないです。はい。えー、すっごいもう太陽フレアがめちゃくちゃ発生してるんですよ。で、この太陽フレアは人為的に起こせません。はい。 えー、これ当たり前で、大きな太陽フレアって、地球の何倍かあるんですよ。はい。えー、大きな太陽フレアってね、地球の何倍かあるんですよ。<laughs> あのー、であの、何倍かあるものは起こしませんからね、地球の大きさの何倍かあるんですよ。はい。えー、もうしつこく言いますけど、はい。 昨日もね、そんなしつこく言わなくたっていいじゃないですか。褒めて育ててあげたってって言う,う方いらっしゃるんですけど、えー、褒めて育ててあげた結果、はい、どうなったかというと、えー、まあ、今の日本のような状態になっちゃってるんですよ。わかります時々ね、お尻をペンペンってしないといけない時もあるんです。はい。ええー、そういうことでございます。はい。あのー、本当にね、あのー、 すっごい太陽フレアめちゃくちゃ発生し,してますからかなり大きめのがね本当にあのー、まずいですよこれ準備してないとまあ震源がね深かったんで今回良かったんですけどこれ万が一震源がね10キロ以内とかだったらまあまずいことになってましたよこれはい そういうことでございます。絶対これ、あのー、来ますからね、こう、今年来年、この2年間の間に、とんでもないことが起こります。ええー、まあ、最悪ね、えー、あの、お山だどんですね、大きいお山の。まあ、本当あのー、火山灰で、はい、火山灰で、全部ダメになりますからね。 はいまあ、どういった噴火かもね、えー、まだ予測もついてないんですけど、まあ、噴火って言ってもねあの、いわゆる溶岩タイプの噴火だったら、まああ、周辺だけで済むんですけど、火山灰が出るね、噴煙が上がるようなあ噴火だったら、まあ、まずいですよね。はいまあ、どちらタイプがわかんないんですよ、噴火してみるまでね、えー、あの山の場合はね。 はい。まあ、そういうことでございますえ。とりあえず、あの、来ますよ。冗談抜きで、これだけ太陽フレアが、もう過去にないぐらい発生してるんですよ。大きめのね、えー、太陽の磁気嵐がすっごい発生してて、地磁気にものすごい影響を与えるんですよね、これが。来ますよ。本当に。はい。本当に来ます。 まあ,あなんていうのかな震源地じゃなければ本当に震源地ではなければね、えー、備蓄とかお水とかね、えー、役に立ちますので、えーまあ、震源地にならないことを祈ってねはいもうそれだけです震源地にならないことを祈ってもう地中に、まあ、蓄積されたエネルギーとかこの太陽フレアの影響っていうのは確実にあるんで大難が少南になりますようにって祈ってももうどうしようもないんですよ。 えー、湘南になれば、湘南でね、ちっちゃい地震で終わらないですから、蓄積されたエネルギーっていうのは排出されるまでね、はい。そのエネルギーがあー解放されるまでは終わりませんから、長引かせるだけなんで、えー、多分ね、大南が湘南になるっていうふうに祈ってはあまり良くないと思います。まあ、助かる人 べき人が助かりますように。とかね。まあ、そういった祈り方の方がいいかもしれませんね。祈るんだったら。はいまあ、助かるべき人はまあ、助かります。いつの時代でも。そういうことです、えー。これ本当に備え必要です。冗談抜きで。東京震度4です。はい、東京湾でえー、まあ、震源の深さがね。深かったんで良かったんですけど。 まずいですよ。でもってね、東京がもし首都直下みたいな大きな地震に見舞われてしまうとね、えー、もちろん、あのー、いろいろとインフラが崩壊しますんで、まあ、幸いなことにね、えー、東京都には、まあ、茨城にね、東海原発があるんですけど、えー、東京都にはないんで、原発がね、とりあえず。なので、えー、いわゆる、 放射のね、えぇ、ー、ノーノーのね、心配はないとは思いますけど、はい。えぇ、ー、まあインフラが壊れるっていうのがメインになるとは思うんですけど、まあそれでもね、あの、東京が、のインフラが壊れてしまうと、お分かりになりますよね。えー、流通がストップします。全国的に。はい。全国的に流通がストップします。なので、えー、首都のね、えー、あの、直行 かがったーっていうね、え揺れーが来てしまった場合は、ああ、全国津々浦々、物品が不足します。えー、わかりますよね、この、この構図もね。はい。なんせ、あのー、中心がやられるわけなんで、揺れでね、揺れで、揺れ揺れーってなってしまってね。なんで、 まあ、配送なんかね、アマゾンとかの配送センターなんかも、まあ、地方にもできてるようなんですけど、大体、あのー、首都圏にできてますから。はい。こういうものがね。なので、全部配送もストップになりますしね。はい。えー、まあ、いろんな面で、えー、大変なことが起きてくるわけですよ。不都合なことが。はい。えー、なんで、えー、こういった時にもね、えー、まあ、 備蓄と、備蓄はね、非常に役に立ちます。はい。非常に役に立ちます。えわ、ー、かりますよね。首都のね、直下のね、揺、えー、れ揺れが来た時も、備蓄は役に立つんですよ。どうしてかっていうと、えー、まあ、はっきり言って、あの、流通止まりますから。 今回はあ東京、東京近辺っていうか首都圏近辺から全国に行っているものが全部ストップしますから。はい。えー、まあ道路も壊れるでしょうし。まあ、ね、ちょっとね、大変なことになると考えておいてください。えー、全部が、日本全部がね。はい、えー。そういうことでございます。なんでね、えー、え本当急務ですよ、これ。 はい、ホルムズ海峡が封鎖する封鎖しない、はいえー、これも流通,の流通が、ね、一挙にいいストップする原因になりますけどプラスこの首都の、ね、直下のグラグラでもね流通全部ストップしますから。で、えー、ここまで来てねいやーそんな地震なんかもないし。 えー、備蓄なんかしなくても大丈夫はっはっはーみたいなこと言ってる人たち。はい、えー。たまーにいるんですよ。そういう人たちがね。で、えー、私のところにコメントを書いてく人もいますよ。もちろん。はい。あまり失礼だと消しますけど。はい。へまあね、あんまり失礼じゃないのは、まあ、お幸せにって書いて終わりにしますけど、まあ本当にね、来ますよ、これ。はい。いろんな、 いろんなパターンが想定されます。はい。流通がストップするというね。えー、なんで、えー、備蓄、本当に早めに、早めにね、終わらせちゃってください。まあ、備蓄の量はね、えー、まあね、えー、ここみちゃんも言ってたように、少なくとも半年ぐらいあればいいかなっていうふうに言ってましたよね。まあ、いいんじゃないですか。ここみちゃんは2年って言ってましたけど、はい。 えー、私はねまあ1年ちょっとかなまあでも猫の分は多めに備蓄してます猫の分はまあ23年は持つように備蓄し,してます人間はね、えー、まあ野草を食べてもいけるしまあ自分のね、えー、ベランダででいろいろ野菜も作ってますから、まあ、人間はどうとでもなるんですけどまあペットの場合はねどうとでもならないんでペットフードだけ と、お猫砂は多めに備蓄してます。はい。えー、そういうことですね。はい。えー、まあ皆さん本当にね、えー、考えないといけません。はい。えー、今日朝、はい今朝ですね、えー。東京震度4です、はいえー。首都直下ですね。これが来たらね、えー、もう流通が全部ストップします。これ考えましょう。はい。日本全国に影響が及びます。 えー、まあ、朝からねえー、とんでもない話題を話してしまったんですけど、非常に重要なことなんでね。言っておきたいと思っいました。はい、それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いいたします。沖縄おばばでしたね。可愛い,いですね。